Thank you.
勝を支えたこのホテルを後にしました。一方、宮城では昨日、今仙台育英の選手たちが地元宮城に帰ってきました。集まった人たちから大きな拍手が。高校野球に新たな歴史を刻みました。そして慶応の地元横浜市の日吉でも107年ぶりの快挙を祝い大盛り上がり。107円引きのプリンや特別メニューも登場。優勝のお願いします。地元で慶応フィーバーが今週は週5に持ち怖っ。全部カードも変えちゃったわけ。また頑張る。これ3000円。Thank you.